皆さんこんにちは、しおりみチャンネルのしほです。はい、ということで今回はねこちらにあるあれまだ見せないんですかこちらにある冷凍庫を紹介していきたいと思いますということで、ここはですね、ママの編集場所っていうのかな。そうですね、ママがいつもここで、ママがこのパソコンで編集してるんですけども、はい、ね、こちらのね、隣側っていうのもあるか、こちらにあるね冷凍庫、これ新しく買ってるんですよ。そうなんです。冷凍庫がなんか、うちの冷蔵庫小さくて冷凍がね全然なかったわけなんですよ。そうなんです。冷凍スペースがねないわけじゃないんだけども、まあ、小さいよね。うんうんうん。なので、はい、新しくこちらを買ったと。そうです。いうわけで冷凍庫だけだね。冷蔵庫じゃなくて冷凍庫のみのやつだね。はい、はい、買いました。本当はね白が良かったんです。でも、はい、白はちょっとね値段が高くて倍ぐらいかなこれの。ね。はい、なのでね。そこはちょっと妥協してしまいましたが、まあでもグレーでも慣れてしまえば別にどうってことないんだけど、やっぱこのスペースにはなんか白を着たかったなっていうものなのちょっと正直。この前も白だしね。はい、そうですね。はい。だからママ編集しながらこうアイス取ってアイス食べない。いや、それしてないからさすがに。それしてたらやばいから。はい。前ね休日のルーティーンかなんかの時にしおちゃんがヤマダ電機にね。行ってる動画があったと思うんですけど、その時にこの冷蔵庫をね買いに行ったんだよね。はいはい。ということで一応ねその時に買ったものはこの冷蔵庫ですということでした。はい、はい、なのでこれ見てください。ここにねあんまり見せたくないんだけどこのヤマダセレクトって何気に入ってるんですよ。これちょっと嫌だったんだけど、でもね安かったので冷凍庫はい、これはちょっと安め、まだ安い方だったのでこれにしました。はい。なんでそんなに冷凍庫必要なのっていうのがありますよね。ですよね。なんでそんなに、まあでも冷凍庫はさやっぱこう日持ちさせるのにはいいよね。いいし大きいに越したことないんですよね。最近よくコストコ行きますし。そうなんです。コストコで買えないんですよ冷凍食品が。はい。量がぼわってすごい多いから。1個の量が大きくて、ブロッコリーあるじゃないですか。あれで埋まっちゃうんですよ。そうなのそうなの。でパンとかも冷凍しないと絶対食べきれないじゃん。だから最近ね冷凍庫がいっぱいで買えなかったんだけども、この冷凍庫を買ってやっとねコストコのパンも買いました。はい。まあ中ちょっとだけじゃあ見せましょうか。ちょっと全部恥ずかしいんでうちのね食生活がバレちゃう。まあこんな感じで12345段でも一番下だけちょっと小さめなんです。ちょっと汚いからあんま見せたくないんだけど、まああとですねアイスがね好きなんですよね我が家は。そうですね、はい、私はそんな食べ1週間にはもう食べないかもしれないけど、でアイスもねなかなかねたくさん買って入れとくスペースがやっぱなくて。そうですね。食べたい時にないっていうのがねあるんですよ。なので思いっきりこの1段はアイスでーす。ちょっとすごい、ね、でもこのこんな感じ。はい。まあまあまあこんな感じでさらっとさらっとこんな感じでアイスがね入ってます。はい、2段目も、まあ、2段目のこの辺は全部このコストコで買ったブロッコリーを小分けにして入れてる感じで、これコストコで買った、はい、パンケーキ、リミが好きなパンケーキをちょっと冷凍してます。あとこれもコストコで買った餃子もね入ることができました。まあね備蓄にもねこのとこで買った備蓄にもすごくいいですね、うん、やっぱり何が起きるかわかんないのでね。明日大地震が来るかもしれない。あとね1分後に地震来るかもしれないから。そうだよ。それで怖っね食べ物を。でも冷凍庫は電気消えちゃったらダメなんだけど。確かに確かにはい。でもまあよしです。まああとはまああとは見せますか。見せましょう。次ここはコストコのパンはい、パンをもう食べたとこんだけど入れて、あとこうポテトあともうパンとか、はい、こんな感じですね。あと2段はいいですか？あと2段はいいでしょう。はい。閉めます。はい。はい、ということでね。うん、はい。はい。我が家に来た冷凍庫の紹介でした。どうですか？あまりしーちゃんは活躍してないかな。あいさんはあれだから。確かにね、しほちゃんの好きなブロッコリーが買えたと。そうなの、いっぱい入ってるもんね、まだね。そうなの、嬉しい。そう、解凍しとかなくちゃ、また明日も食べれるよね。コストコ行ってさ、ブロッコリーさ見つけるけどさ、いっぱいで買えないとか言われて。あ、そうそうそう、やっぱ冷凍庫のスペースとやっぱ相談しちゃうから。そうなのね、そうなんですよ。嬉しいですね、ブロッコリーがたくさん買える。はい、ということで以上になります。はい、はい、ということで今回はね、我が家に来た冷凍庫を紹介してみました。ブロッコリーめちゃめちゃ美味しいです。買ってね、損はないです。うん、ブロッコリーが美味しいので。はい、それではバイバーイ。